はい、どうも、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。はい、エブリワン。ヘイ。はい、久々に4人揃っての、こんな感じです。です。です。やった。です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回も33回目ですよ、シーズン2の。33回目ですよ。そうか。うん。随分やったね。やったよね。やったね。今日はですね、スタジオで、うん、レコーディングの前のプリプロダクションというちょっとアレンジを詰めてみたりね、そう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 、実際録音してみて、どんな感じかなっていうのを修正したりね、まあ、本番のレコーディングが素早くいくようにという、うん、スムーズにね、スムーズにいくように、まあ、準備のレコーディングをしておりました。そうですよ、準備ですね、うん、はい、というわけで今日はスタジオでね、こんな感じで、はい、ちょっとレコーディング仕様でお届けしております。そこの、ね、パソコンらしきものとかね、ね、そうそうそう、いろいろありましたね、マイクとかね、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね、はいはいはい、前回はここら辺に小島ちゃんが手乗り小島みたいな感じでこう真ん中の上ぐらいか、うん、いて、うん、いたね、一生懸命喋るんだけど誰も相手をしないっていう、そうそうそうとうとうそんなことになってたね、うん、そうそう、うん、ひどいひどい扱いを受けている小島っていう、いえいえ、心が折れずによくやったもんだよ本当、ね、俺だってあれやれって言われたら嫌だっていう本当だよね、もうね、今度ちゃまくんやってよ、俺がやります、ちゃまくんやってよ、なんでよ、いいよ、それもいいね、うん、ね、手乗りちゃま、うん、今日はちょっとね、あの広角レンズというものを買ってみまして、おいつもよりも広く映る感じになってるので、横広に映ってくれるよね、うん、でちょっとプリプロが押して、はい、時間が全然なくなって、そうなんです、カメラは1台のみで行こうと思っております準備の都合上ね、はい、そうすいませんね、ね、うん、いいじゃんワンカメね、うん、いいよ、これ編集がすごい楽なんだそういう裏話は、まあ、うん、俺の顔もちっちゃく見えるしね、今日のプリプロはどうでしたかね、うん、どうでしたか、1曲目はもう忘れた感じですよね、いやいや、まあ、細かく言ったらそうなんですけど、はい、ぶっちゃけそうですね、何だったっけみたいな、そんだけ濃かったんだよ、1曲やって、あ、とりあえず終わった、次やって、あ、とりあえず、あれさっき何やったっけみたいな、ね、聞けばね、そうそうそう、思い出すかな、結構細かいこともたまにやったりしてたもんね、してたしてた、こここうして、やっぱこうしてああした方がいいんじゃないみたいな、いや、なんか、うん、集中したからとても疲れたね。そんな時は疲れたしか言わないよ、ね。チョコレートを食べた方がいいんじゃないですか、いただきます。やった。はい。歯磨きしろよ。はい。もう来週にはレコーディング迫ってるんで、皆さんがここからメンバーがね、あ、そうだね、皆さん全員ですけど、はい、どれだけ体に曲を染み込ませてくるか。あとでね、次の配信はもしかしたらスタジオからお届けになるかもしれない、ね、あ、そうだね、いつもの、あのちょっとギリギリですが、はい、ちょっと許してください、天井の高いあそこですよ、お気に入りスタジオで、ね、はい、お世話になってますよ、本当にね、はい、楽しみですよ、楽しみです、うん、はい、ちゃまくんはご両親はお元気ですか、どうしたんですか急になんかあったんですか、ちょいちょい登場するうちの両親は何なんですか、なんかあったんですか、いや、この間の、はい、いつみさんのライブの配信のね、ちゃまくんありましたね、3人でやったんですけど、その時もご両親見てくださってたということで、はい、こちらこそお世話になってますとお伝えくださいと言っておりました、うん、なるほどなるほど、本当お世話になってます、こんな感じですを通して、いろんなあのちょっとお前らいじりすぎだぞって思ったら、エンドドッグがこちらに直接、ちゃまくんが出てくるときは必ず見てるんじゃないかなと思って、いや、もう出てない回も見てます、うん、そうなんですか、もちろん、ありがとうございます、ラララララララ見てる、見てます、そちらの天気はいかがもういいってもういいってね、言われちゃうから、じゃあ、うん、今日は、リクエスト特に来てないんですけど、パッと思い浮かんだ曲をちょっと一曲やっていこうかなと思いますよ、はい、いきなりですね行くよ行くよいいよよし以外ちゃまくんもこの曲いけるって言ったらすぐ弾ける感じで、バンドすごいよね、もうね、山張ってきました、山張ってきた山張ってきた、まあ多分やるだろうなみたいな、そろそろこれだな、なるほどね、すごいね、そうつき iPad に大体入ってるだろう、もうそんなこと言っちゃいけない、そんなこと言っちゃいけないね、だって見てないもんね、頭に入ってる、うん、すごいよね、あんたは偉い、うん、本当だ、見てないもんねわーわお、
これはもうメンバー昇格だ偉そうに言ってるけど、俺たちお願いしますって言ってる、そういうリーダーはそこに歌詞カードが実は何回歌っても覚えられないよ、覚えられない、なんでしょうね、なんでしょうね、年齢の差なんじゃないかなと。じゃあ、聞いてください、風に歌え。午前6時いつものように眠れなくてさ、おはよう朝から耳を塞ぐニュースニュースニュース、ドアを開ければ青空、つまらない怒りと光が溢れている。世界は全てがあの日から変わり始めて、永遠という二文字信じるやつはもういない、でも見えない場所に刻まれた傷が何かを伝えようとうずいてる。ああ君は名もなき花のよう涙をこらえて微笑んでる。ああ今日も明日も明後日も居場所を探しかかとをすり減らす。風に歌え小さくても夢を忘れない旅立ちの歌、風に歌え大きく手を広げて、どんな時も君の歌をただ聞いていたいから。汚れてしまった未来をくしゃくしゃに詰め込んで、君とならばどこまでも歩いて行こう。絶望と希望を乗せて勝者のいないキャラバンは続いて行く。政治家は今日も饒舌な自分に酔っ払ってる。投資家は今夜も数字の海で溺れかけてる。完璧な歌うたいは新しい物語をメロディーに変える。ああ君は名もなき花のよう涙をこらえて微笑んでる。ああ信じてほしい僕はいつだって涙乾くまで君のそばにいる。風に歌え笑われても夢を追いかける旅立ちの歌、風に歌え大きく手を広げて、どんな時も君だけのために生きていたいから。愛されたい、受け止めたい、受け止められない、いつも動いていたいけど動けない、何をしていいかもわからない、許したい、許されたい、70億の叫び声、頭の中渦巻いて、影になって光になってくしゃくしゃになって、優しくしたい、優しくされたい、寝ても覚めても君のそばにいたい、分かりたい、伝えたい、伝えられない、誰かギターを奏でてくれ、喜びを悲しみを特別な愛を、世界の理不尽さを君と見た、あの朝焼けの丘に吹いてた風のことを、君は名もなき花のよう涙をこらえて微笑んでる。ああ信じてほしい僕はいつだって涙乾くまで君のそばにいる。風に歌え小さくても夢を忘れない君だけの歌、風に歌え大きく手を広げて、どんな時も君の歌をただ聴いていたいから。どんな時も君だけの歌を風に歌え、風に歌え。
に歌え。バイバイ。あつこ、チョコ食えよ。はい。